大分県竹田市の魚住の滝です。これは私が行った中でも非常に珍しい滝で、全然水の流れていない滝でした。というのは、すぐ上流に発電用のダムができたため、ここに水が流れなくなったということなんですね。それで昔の姿はどんなだっただろうかと思っていたら、いいご縁をいただいて、その写真を見せていただくことができました。これが見せていただいた昔の写真です。アーチ型の石橋の上で滝を見る人々がいますが、女性だけではなく男性も着物を着ていることなどから、大正年間か昭和初期の写真ではないかと言われているそうです。Thank you.